澤選手はですね、試合経験も多いし、場数も出るとして、本当に選手に敬語してますから、この辺の武器はしっかりと備えています。バンタム級トーナメントのベスト4っていう、実績を残しています。竹澤選手、意外にこう、レスラーには強いんですよね。言い方悪いですか、寝技そんなに寝かされちゃったらそんなに、うん、上手くはないんですけども、うん、忍者チョークだったりとか、タックルに合わせて膝だったりとか、レスラーに対しての対策が結構上手いんで。レスリングやってたんですね。高校の時に竹田選手レスリングだけはありますね、はい、うん、その引き出しってあんまり上げるところないというか、うん、まあ、打撃の方がね、どちらかというとこう主軸になってきてるのかなと思うんですよ。2024開幕戦 RIZIN LANDMARK8 in 佐賀。